久保さん、あのー、マイクスタンドにしましょうか。マイクスタンド。マイクスタンドを興味な人からすると、僕、マイクスタンドで多分ね、時間にすると何時間調べたのかわかんないですけど、うーんとね、マイクスタンドだけで多分20時間ぐらいはトータルで調べたと思います。 よしマイクスタンドに人生すんな、何してんすかみたいなね。歌手ですかみたいな。いやまあいいじゃないですか。ツボに、ツボを見るのが好きっていう人もいるわけですから。まあマイクスタンドを見るのが好きだったんですよね。でその、なんでそんだけ時間をかけて見てたかっていうと、マイクスタンドって、まあ、あのめちゃくちゃ分かりやすくて、チャイナ製はもう2000円とかなんですよ。まあ、チャイナ製は1000円から2000円、3000円ぐらいで、もうバンバン売ってるんですよ。 でも高いやつは2万とかするんですよだ。つまり10倍なんですね、この価格差が。10倍かとで。で、その真ん中ぐらいの1万円ぐらいののもあるわけですよ。ね。これどうしようかなみたいな。で、いっぱいあるわけですよね。で、結局僕が行き着いたのは、これはまあやっぱり、あの僕がまあ今思ってるんですよ。今思ってるんだけども、それはあの去年僕、アマゾンで、 そのマイクとマイクスタンドがセットで8000円ですよっていうのを買ったんですよ。で、マイクはいいんですけど、もうスタンドがなんかちょっとチャチンですよね。まあ、セットで入ってて。まあ、別にそんなに使わないんで、そんなに使わないんでいいんだけども、なんかチャチンですよ。なん,かそのなんかワクワクしないですね。で、まあ、いつか,か、まあ、買えようかなと思ってたんですけど、まあ、今回ね、アマゾンのその、なんとかフライデーとかね。 まあ、ペイペイとかね、いろいろ重なりまして、じゃ買おうって決めたんだけども、そこにいろいろ調べてたわけですよ。で、結局その僕が決めたのは、やっぱり一番最初にこれいいなっていう、高いけど、高いけど、やっぱこれだなっていうのを買いました。結局は。結局はね。うん。あの、1万5千円ぐらいなんですか。そう。まあまあまあみんな、YouTuber の人ほぼ使ってるんですけど、 そんな影響もあるんですけどでもかっこいいんですよ、うん、でそれとプラス、まあ、アンプとアンプとその XL コードでやさせるマイクも買ったんですよ、うん、で結局その久保さんのスーツの話もあるんですけど結局その長く使えば結局、うん、コスパは良くなるんですよね大切に使えば うんだから結局その、まあ8000円で安いからとりあえず買ってみようって、まあ使いましたよ。まあ動画ももう何百本も一応撮ってるんで別にいいんだけども、あの使ったけども結局まあね、買い替えて僕はそう売りに出すんであれは。うでも多分ね、このマイクも多分5年10年使うと思いますこ、これは。これまあ4万ぐらいしたんですけどね、これマイク。まあ今3万5000円ぐらいかな。当時新品で4万ぐらいした買ったんですけど。 これはいいですね。これ多分壊れない限りずっと使いますけど。だから結局5年使って、4万を5年で割ったら1ヶ月いくらないっていう話になるんで。うん、で逆に壊れなかったらずっと使うし、<laughs> 10年使うかもしれないですね。これね。もしかしたら。まあ、こ,これよりいいなっていうマイクが出てきたらまた買い替えるかもわかんないですけど。うん。だからなんだろうな。あのー 物の見方が昔とやっぱ変わりましたよね。うん、最初最、最終的にその意思決定、最終的に決定を下す時の判断基準の見方が変わりましたね。これはお金があるからないからとかじゃなくて、考え方が変わったんですよ。もちろんお金が全くなかったらね、その考え方になっても買えないっていう部分はあるんだけども、変える部分もあるわけですよ。別にローンで買えるわけですよ。 でも僕もあの今回 MacBook70 万で買いましたけど、これローンで買ってますからね。ローンで <laughs> この。このパソコンもローンで買いましたけど、あの今回もローン通,し通ったんで、70万であの買いましたけど、だからそのお金がなくてもそのローンみたいなのもあるわけじゃないですか。だけど、みんなその金利がもったいないとか言うわけじゃないですか。だけど、金利もったいなくても高いものを買って、それを長く使ってたら、結局こっちの方が良かったりするわけじゃないですか。 だから、そういうことなんですよ。お金があるからそういう考え方なんじゃないですかっていうのは、うん、なんだろうな、すべてじゃないってことですよね、うん。お金がなくても、なんだろうな、物の見方が変わる。意思決定するときのこのは判断基準が変わる。最終的に、うん っていうとこですよね。で、ここ結構大事だと思いますよ。僕、すごくこの、ここの考え方大事だと思います。多分、稼げない人っていうのは、多分、口を揃えて言います。いや、それは、久保さんがお金があるからでしょ。吉谷さんがお金あるからでしょって絶対言いますから。ほぼ多分、9割9分、9.999%多分言いますよ。お金があるからそういうこと言えるんですよっていう。多分、そう言うんですよ、うん。お金があれば買えるのにとかね。多分、そう言うんですよ。うん。 例えばあの、久保さんがそのなんだ、一番最初、塾入った時も、カードを、ね、2枚あの、うん、お金ないけど、ね、40万ぐらいで塾入ったわけですよ。だけど、久保さんはそれに見出したわけですよね。お,か、まあ、お金あったからか入ったわけじゃないですよ。もう、ぎりぎりでね、ぎりぎりで入ったわけですよ。ねもう、その余心枠みたいな感じですよね。 お金はないけど余震枠みたいなカードって現金がなくても余震枠があるわけですからねそうでもそれは久保さんがその時にいろいろと意思決定する時に多分いろいろな要素を生み出したんだと思いますようんでその生み出した要素をしっかりやるあ思った通りにちゃんとやっただけだと思うんですけどうん あ僕は本当ね、ここがね、あの、変わったことが非常に良かったなと思いますね。うん。そう。これはっていうものは、やっぱりその、意思決定するときに、最終的に、どっちを取るかっていう。それ、高かろう、安かろう、最終意思決定は、中長期。うん、これは、自分のこの資産になるのか、ずっと使っててワクワクするのか、 いいものなのかっていうのをて天秤にかけますよね。うん。な価格で天秤にかけないというか、うん。これ結構大事だと思いますよ。うん。そう。でも多くの人は価格で全部天秤かけてますからね。うん。だっては、あの、これ誰、まあ、普通に冷静に考えたらね、冷静に考えても分かることなんですよ。もちろん全部が全部ではないですけども、 高いっていうことは原価も高いわけですよ。でもちろんパチモンもあるんであれなんですけども高いっていうことは原価が高いつまり品質はある程度担保されてるってことですよね。でも価格が安いってことは原価クソ安いってことですよねだから原価がクソ安いってことは、まあ、壊れやすい部分の要素はありますよねどうですかって話で。 だからね、僕ね、ほんとね、あの、BNR34、まあ、GTR34、まあ、GT あのね、あの RB26 エンジンすごいなと思いますね。うん、なんか壊れるのかなみたいな。<laughs> 本当ね、あのー、昨日か、その、まあ、乗ってて、ま、アテンドしてたんですけど、やっぱいいなみたいな。まあ、ちょっと踏んだりとかもしてたんですけど、まあ、一応体験してもらうためにね。 20万キロ走っててこのフィーリングはすげえなみたいなねそれはくす安いやつだったら多分なんないかもしれないですしうんやっぱその日本のこのものづくりがすごいなっていうのは感じさせる名機だなと思いますねあのエンジンはうんまあいろいろ申し上げましたけどこのあの 物の見方を変えるうー、意思決定の要素を変えていくっていうのは、人生がこう変わる上、変えていく上で超大事だと思いますね。だって、毎回その、えー、決定の連続なんですよ、全部が。全部です。どこ買い物行く何を買うどこの道を歩くとか、全部、ほぼ意思決定の毎日連続なんで、起きんのか起きないのか。まあ、起きるか起きないかは意思決定なのかな、毎、まあ、いいやね。 なんかもう全部のれ意思決定の連続ですからその意思決定のその何やろうなそれが変わると絶対人生変わるじゃないですかそう,そうそうね <laughs>、うん、あこれね超大事かなと思いますね、はいってらっしゃい